おはようございます。朝散歩中です。いやー、もうなんか本当に帰ってきたって感じですね。地元にね、もう8月の初めから約半月帰ってたんでね、結構自分長い期間帰省することあるんですが、とは言っても半月帰省したのはね、初めてなのかな、どうなんだろう。こんなに長い期間いたことがあるような、こんな長い期間帰省してたことは今まであったかな。去年の、夏とかも、まあ、1週間以上はいた気がするんですけど、まあ結構ね、半月帰省するっていうのはね、なかなかないので、もう本当にもうこっちでの生活が帰ってきたなっていう感じになりますね。散歩ついでにダイソー。そういえばこれ実家にいる時食べてめちゃくちゃ美味しかったんで買ってきちゃいました。セブンの5種のナッツドレッシングってやつなんですけど、これがめちゃくちゃ美味しいんですよね。おすすめです。めちゃくちゃサラダが進む。これも食べてみます。これね、地元に帰った時に、湯川の道の駅で買ったたっぷり肉味噌ってやつなんですけど、会津店舗のやつですね。シンプルにご飯に乗せて食べてみようと思います。おお、なかなか美味しそう。あ、美味しいですね。これ見た目ただの味噌に見えるんですけど、中にこう細かい肉が入っててすごい美味しいです。でね、味噌もね、なんかご飯とかに合うように風味がアレンジされてるような感じがしますね。美味しい。こいつ、地元の道の駅で買ってきたドライフラワーなんですけれども、まあうちあそことか見ていただけると分かると思うんですけれども、一応ね、緑を置いてはいるんですが、あれはねフェイクなんですよね。フェイクのプラスチックでできた植物なんですよ。本当は本物を置きたいんですけれども、まあ今回みたいに半月ぐらい家を空けたりとか、そんな毎日決まった時間に水とかあげられる自信がないので、もうフェイクの植物を置いてるんですが、やっぱね、本物には、劣るんですよね。でもドライフラワーであれば、完全な人工物ってわけではないし、水とかあげたりする必要もないということで、ちょっと部屋にね、入れたかったんですけれども、ちょっと地元でいい感じのを見つけたので、買ってきました。で、今ちょっと仮置きしてね、花瓶というかね、下のベースの部分、まあ、いろいろ考えてはいるんですが、とりあえずね、なんか、使ってなかった大きいね、あれ本当はね食べ物とかをストックしとくためのものなんですけれど、使ってなかったのであれに立てております。ちょっとねこれ梱包を外していきます。よし、こちらもすごい。ほこりがすごいことになりそうですが、雰囲気というかインテリアとして結構良くないですか。これもあーやばいめちゃくちゃほこりが出る。ちょっとあれですね、これあまりにも広がりすぎちゃうんで、この口のところもうちょっと小さくできないかな。これですね、これこのグレーのやつがね、これ本来の用途がね、ティッシュケース、なんか立てられるタイプのティッシュケースなんですけれども、それのこの穴の大きさがちょうど良かったので、これに入れて、そしたら結構いい感じにまとまれました。まあまたいい方法が見つかればやろうかなと思います。でも良くないですか？やっぱね、植物があると違いますね。インテリアの雰囲気が全然変わるっていう感じで。結構ね、まあどちらかというとね、この部屋のインテリアは、緑の植物よりこういうドライフラワーとかそういうものの方が似合うと思うんですよね。だから本物の植物を置いたとしても多分ね、緑の植物を置くよりこういうねドライフラワーとかの方が映えるんじゃないかなと思いますね。で、かつドライフラワーとは言ってもこれ
あれか、ドライフラワーとは言わないですかね。ドライフラワーって花ですもんね。ドライフラワーではないのかもしれません。こういうのはなんていうのかな、こういう花じゃなくて茎みたいな、そんな感じのやつですが、あの花もちょっと違うと思うんですよね。ドライフラワーでも、あの花だとなんかちょっとなんて言うんでしょうね、花よりも草というか茎というか、そういうものの方がね似合うと思うんですよね。そういえばこれ掃除機のね、あの吸い込みが最近悪かったんで、全部フィルターとか洗ってみたんですよ。まあ定期的にゴミとか取ってみたりはしたんですが、もう水洗いしちゃうと、もうなんかすごい吸引力改善するらしいんで、ちょっと洗っちゃいました。これ本当にね、あの洗っていいのかなとも調べたんですけれども、あのモーターの部分水につけなければ大丈夫みたいだったので、もうこれ丸洗いしちゃいました。はい、とりあえず組み立てました。ゴミ箱の上で落としただけじゃ取れないね、あの微細な汚れとかあるんじゃないですか。微細な汚れとかやっぱあるんですかね。ちゃんとあの水洗いしないと取れない汚れ、まあ綺麗になったと思います。ということで掃除機をかけます。掃除機もね、あのもう半月も家開けてたんで、ちょっと久しぶりに掃除機かけたいと思います。で、その先端のね、ヘッドの部分もね、いろいろあのゴミとかが詰まってたの全部ね、あの掃除しました。そのローラーのブラシの部分とか全部分解して、まあ、ここはね、この掃除機はモーターが入ってるんで水洗いはできなかったんですが、まあ、全部ね、あの分解して取れるとこの汚れは取ってっていう感じにしたんで、これで吸引力改善したかな。もうなんか本当に最近ひどくて、あのなんか全然ゴミ吸わなくて、ただゴミをね押し広げてるだけみたいな状態になってて、これは果たして掃除機の意味があるのかみたいな感じになってたんで、ちょっと吸引力改善してることを期待します。でもやっぱちゃんと掃除機手入れしたおかげで結構吸引力とか上がった気がしますね。結構角の汚れとかね取れにくかったりしたんですけど、ちゃんと取れました。これ2ヶ月ぐらい前に、これダイソーで買ったんですけど、グリル敷石っていうね、この、コンロの下にあるグリルあるじゃないですか。これの、あの下の受け皿のところに、こう、石を敷いて、で、これがね、で、これを敷くことによって、あの、油が吸収されたりとか、匂いを抑えてくれたりとか、あとこう、遠赤外線効果みたいなので、あの、こういうタイプのグリルって、上にしかこう、熱源がないじゃないですか。でもそれを下からもこう、熱を出してくれるみたいな効果があるらしいんですが、黒くなってきたら交換って書いてあったんですけれども、結構もう黒くなってきたんで交換しよう。私結構ねこのグリルは結構使ってて、まあ、本来は魚を焼くためのものだと思うんですけど、私はあの肉焼いたりパン焼いたりとかもこれで、トースターとかも前持ってたんですけれども使わなかったんで、でちょうど家族が欲しいって言ってたんで、あの、実家に持って帰ってもらったんですけど、結構ね、これ使うと下に油が、ね、あの、油が溜まって、それの処理がめんどくさかったりとか、匂いもあったりとかしたんですが、この石が吸ってくれるんですよね。なので、これめちゃくちゃ便利。おすすめです。もうね、この石も普通にあの、ゴミに捨てるだけで、全然油の処理とかもしなくていいし、っていう風で、楽なんで、おすすめです。あ、で、この、水切り缶もやっぱりでかいのにしよかったな。もう前のやつだったらこのグリル洗ったらね、もう食器缶ほぼ埋まっちゃうんですけれども、午前中に飲んだコーヒーのドリッパーとかも乾かしてやって、もうこの時点でね、あの前のやつだったら半分ぐらい埋まっちゃってたんですが、このコーヒーのドリッパーとかも乾かした上に、昼ご飯の食器、そしてあのちっちゃい、鍋もあって、でさらにそれに加えてこのグリルを、乾燥できるっていう、この大容量。結構うちはね、この食器の乾燥に関しては結構ね、場所も足りなくて完全に乾燥できないこととかもあったんですが、やっぱこれ買ってよかったですね。で、排水もね、これ、見にくいと思うんですけど、このね、下の部分にこう、雨どいみたいなのがついてるんですよ。これによって、前のやつって、あの、下のトレーの部分に切り欠きがあって、そこから水を垂れ流しただけだったんで、このキッチンの、このキッチンカウンターのあの木材の部分が濡れてたんですよね。ここら辺がビタビタになってたんですけど、でもこれがあることによって、まあ一応ここにあのタオルは敷いてるんですが、もう全部このタオルがあの水を吸収してくれて、もうここら辺の木材の部分とか、このコーキングの部分とかが濡れなくなったんで、より衛生的になりましたね。もう前はここビチャビチャになってて、まあ幸いにもあのちゃんと拭き取ったりしてたんで、カビたり、はしなかったんですが、こっちの方が衛生的ですかね。うん。
で、結構前はね、上に積み上げてたりとかね、してたんですけれども、だからいつ倒れてくるかって思ってたんですけど、まあこれはだいぶ余裕がある感じで、少し地震が来たぐらいでは崩れてこないんじゃないかなと思います。あ、ちなみにこの設置した観葉植物はこの、佐野園芸というところの観葉植物みたいです。これがね、道の駅会津湯川、会津番下っていう道の駅で買ったんですけれども、ここの行くところにね、帰るときに見つけたんですよ。あ、ここの、園芸場で作ってるのかって、佐野園芸というところが、会津若松側からの道中にあって、多分そこで作ったドライフラワーを、道の駅に、で、売ってるんじゃないかなって思います。あ、やっぱいいな。これ気に入ったわ。まあ、もうちょっとちゃんとした花瓶とかを後日、手に入れたいですが、まあ、十分雰囲気が、部屋の雰囲気が良くなった気がしますね。もうちょっとね、まあこういう大きいのもいいですけど、ちょっとちっちゃいね、テレビ台の上とかにも一個ぐらい置きたいなと思ってるんですけど、あれフェイクのやつがあるんで、ここにもなんか、ちっちゃい卓上サイズぐらいのが、ゲットできたらいいなと思うんで、ちょっと暇があれば、雑貨屋とか入って、結構ね、街歩ってる時とかでもね、おしゃれな雑貨屋とか見つけるとフラッと入ったりしてるんですけれども、そういうところに結構ドライフラワーとか置いてあるんですよね。なのでちょっとアンテナを張って、いい感じのドライフラワーを見つけて置いていきたいなと思いますね。これはですね、前使ってた IKEA のデスクの、やつなんですけれども、カットしてあるんですよね。そう、前ね、IKEA の2メートルのデスクを使ってたんですよね。で、それをカットした破片のものがあります。で、そのデスクはね、で、そのカットしたデスクはこれなんですけど、ベッドのヘッドボードになってます。で、このカットした方は使ってなかったんで、ずっと物置に置いといたんですけれど、これ思ったのが、今年の初めぐらいに新しく新調した IKEA のデスクなんですけれども、この隣にこれ、キャビネットがあるんですけれども、ここの上に天板乗っけたら、ちょっとデスクを長く、延長できるんじゃないかと思って、ちょっとやってみようと思います。これがね、前はね、このキャビネットの上にね、デスクを乗せてたんですが、全部こう4本足で支えるようにしたので、もうこのキャビネットはね、ここに置いてあるだけなんですよね。で、結構ね、散らかってますが、せっかくだったらここまでデスクの天板を延長した方がいいんじゃないかと思って。で、これがね、このデスクの天板が140センチなんですよ。これがね、多分ね、多分60センチぐらいあると思うんですよね。だからそうなると2メートルなのか、またデスクが2メートルになる。さあ今買い出しに行こうとしてますが、自転車もめちゃくちゃ久しぶりに乗った感じですね。お、これ結構いい感じじゃないですか。こっちに延長できました。めちゃくちゃ作業空間広がった。あとね、ここがちょっと浮いてる感じなので、今度金具とか買ってきて裏から止めようと思います。本日は半月間家を空けましたが、だいぶ午前中掃除したおかげで綺麗になりました。ということで、いっぱいいただきます。うまい。空がめちゃくちゃ綺麗。ちょっとこれ飲んでみたいんですよね。おととい仙台に帰ってきた時に、ここで、この家で二次会をしようって言って、父親と一緒に買い出しに行って、で、父親がこれ選んだんですよね。なんですが、家に帰ってきた瞬間、父親は寝落ちしてしまって、飲めなかったんで、あげるって言われて、うちに置いてった、仙台カクテルレゲエパンチっていうやつですね。なんか、駅前のファミリーマートで買ったんですけど、私もね、これ初めて見ましたし、飲むのも初めてですね。で、まあ、家族、まあ、せっかく仙台に来てるわけなんで、仙台にしかないお酒飲みたいってことで、まあ、一応仙台って書いてあるんで、仙台でしか飲めないのかわかんないですけれども、ちょっと気になるんで飲んでみます。ピーチウーロン味って書いてありますね。1990年代に国分町発祥。じゃあそっか、やっぱり仙台のお酒っていうことですね。炭酸入ってないんだ。ちょっと味の想像がつかないな。ちょっと飲んでみます。あ、うまい。確かにね、桃の味がするんですけど、なんか甘くなくて、飲みやすい感じですね。うん。あ、めっちゃスッキリしてる。すごい飲みやすいお酒ですね。で、これ、ピーチウーロンって書いてあるんですけど、ウーロン茶が入ってるんですかね。そう言われると、なんかお茶っぽい雰囲気もあるな、みたいな感じですね。なんかあれだな、炭酸の入ってないお酒飲むのって。なんかいつもね、ハイボールとか、
ビールとかばっか飲んでるんで、炭酸入ってないお酒ってちょっと新鮮ですね。うん。あ、もうアルコール 4% だから本当になんか、ジュース飲んでるみたいな感じですね。ある意味ちょっと危険かも。飲みすぎちゃうタイプ？多分ね、ビールとかハイボールとか苦手な人でも飲める味ですね、これは。ちょっと急な思いつきですけど、窓拭いとこうかな。半月間家開けてて、で、雨とかも降ったんでめっちゃ汚いんですよね。日中だとね、太陽で洗剤つけても拭く前に乾いて、水垢っていうかこう、洗剤が残っちゃうんですよね。汚くなっちゃうんで、本当はこう、日の太陽が沈んで日没してくらいの時間にやろうと思ってたんですけど、てっきり忘れてしまったんで、ちょっと暗いかもしれませんが、今やります。あ、このグリルね、乾いたんで、敷石を敷いていこうと思うんですけど、やっぱりね、洗う時も楽でしたね。やっぱこの石がないと、ここにね、油がどっぷり溜まっちゃって、もう何回も石鹸つけて洗わないと落ちなかったんですが、これに関してはもう石を捨てて、もう一回さらっと洗うだけで綺麗になったんで、やっぱりね、これめちゃくちゃ便利ですね。これね、一袋が意外と少ないように見えるんですけど、均一に敷くと、しっかりと、十分な量入ってます。これで、お手入れの頻度も減ったんでめちゃくちゃいいです。これ夜ご飯です。なんか朝ご飯みたいな見た目ですが夜ご飯です。やばい、これしか具材がない。さあ、コーヒー休憩です。お供はこの前無印で買ってきた焼きリンゴバーム。リンゴめちゃくちゃ好きなんでね、リンゴ味のバームクーヘンめちゃくちゃ最高です。またあったら買ってこよう。半月ね、あ、置いといたらやっぱり空気がね、あの、なくなってたんで、タイヤ空気入れました。まあでもですね、なんかね、この自転車ね、前輪の空気の減りが異常なんですよ。なんかね、一週間ぐらい経つと結構空気なくなっちゃってて、やっぱパンクしてるんですかね。でもパンクしてたらもっと早く抜けるよなと思うんですよね。一週間ぐらいは持つんで、でも普通よりは圧倒的に空気がなくなる、空気入れをしないといけない頻度が高いっていう感じで、劣化なんですかね、どうなんだろう。もしね、穴開いてるとしたら乗ってるうちに抜けちゃうと思うんですけど、そういうわけでもないんですよね。いや、昼間暑いかなと思って日が暮れてから外に出てきたんですが、大正解でした。今の気温25度ということで、なんかめちゃくちゃ涼しいですね。湿度が低いからかな。やっぱり湿度が高いと、あの、日が沈んでも暑さが残るんですけど、今日カラッとしてるんで、もう日が沈んだらすごい涼しい。なんなら冷房いらないんじゃないかっていうくらい涼しいですね。でもね、今日天気悪かったっていうのもあります。一日暗かったんですよね。はい、ということで、フォレを仙台に来たんですが、髪切りに行こうと思います。結構髪伸びたんで髪を切りに行きますね。前回切ったのいつか忘れちゃったんですが、結構伸びてるので時間は経ってるはず。ただもう閉店40分前ですね。危ない危ない。完全に時間考えずに行動してたんでギリギリですね。結構混んでない？街ありじゃん。お、結構5人ぐらい待ってる。ダメだ、混んでるな。ちょっと10分ぐらい経ってからもう一回行って、それでも混んでたら明日にします。ここの公園でも散歩しようかな。久しぶりに来ましたね、ここら辺。いつもここのベンチでのんびりしてるんですよね。なんか日中もいいですけど、こういう薄暗い時間っていうのもね、落ち着くんですよね。真っ暗になっちゃうとね、あんまり、あの、面白みがなくて、あの、あんまり好きではないんですが、このくらいの暗さも結構好きですね。街灯の近くだからか、めちゃくちゃ虫が寄ってきます。今、3匹ぐらい体についてました。やばい、刺されてないかな。めっちゃ痒いんだけど。やばい、ここに、あ、でもここも街灯のそばだな。ここら辺とかいいか。やばい、むっちゃ痒い。
刺されたかもしれません。完全油断してた。ダメだ、ここの声。むちゃくちゃ蚊がいる。めっちゃ刺されたんだけど。やばい。全身痒いんですけど。並んでるかな？やっぱこの時間混むんですかね？というかもう閉店まであと25分しかないんで、あんまり並んでるとね、断られるかもしれないですね。もう閉店なんでって。ああ、やっぱ結構いるな。やっぱちょっとダメかもしれない。そしてもう、このね、10分ぐらいしかあそこの公園にいなかったのに、めっちゃ虫刺されました。ちょっと虫刺されの薬、買っていこうかな。ちょうど近くに、河内、ドラッグストアがあるんで。これ、やばくないですか？何箇所刺されてんの？マジで痒いんだけど。ひどすぎる。なんか顔も刺されてるし。ちょっと午前中の、鶏油もあまりで、ペペロンチーノ作ってみます。絶対美味しいと思いますよ。あ、めちゃくちゃうまいですね。なんかまろやかな味になったというか、オリーブオイルで作るのとはまた違う味ですね。なんか肉が入ってないのに満足できる味。久しぶりにこの27インチのモニターで編集してるんですけど、やっぱりね、半月間この MacBook 内蔵の13インチのディスプレイに慣れると、もう作業領域がね、圧倒的に広いんで、めちゃくちゃ作業が快適ですね。そしてやっぱりね、ノート PC だとこの画面の高さ的にこう椅子に座って前傾姿勢になっちゃうんですけど、こういう外部モニターだと姿勢が良くなりますね。なので作業の負担が軽減されます。実家でノート PC 単体で作業してた時は結構疲れてちょこちょこ休憩挟んでたんですけれども、この環境だとやっぱすごい集中できて、体とか、首とか肩への負担も少ないしめちゃ楽ですね。ただですね、これいつもM2 の一番安い MacBook Air なんで、このプレビューをね、プレビューの解像度を下げて編集してるんですよね。いつも4分の1の解像度、オリジナルから4分の1の解像度で、にして、作業してるんですけれども、まあそれだと PC 軽くなるんですが、それだとね、やっぱりプレビューがね、汚すぎて耐えられないんですよね。結構編集時点でも、最近の編集スタイルだと、ちゃんと撮った動画をほとんど、見て。で、その時にね、どういう感じに撮影できてるかとか、改善点とかも、見たりしたいんで、ある程度ね、やっぱり、めちゃくちゃ綺麗な画質である必要はないんですけど、ある程度の画質はね、保ちたいんですよね。なので、さすがに、4K を4分の1にすると、720p とかですかね。720p よりも低くなるのか。なので、結構ね、HD 以下の画質になっちゃうんですよね。なので、ちょっとさすがに耐えらんないんで、ノート PC 単体でやってた時はね、あんまり気にならなかったんですけど、このでっかいディスプレイに映しちゃうとやっぱ耐えらんないんで、解像度ハーフにして、だからハーフだから、いくつ？フル HD になってるんですかね。4K のハーフっていうか、あれってどういうことなんだろう。まあ、フル HD を縦2つ横2つ並べると 4K の解像度になると思うんですけれども、でもさすがに4分の1の解像度がフル HD には見えなかったから、やっぱりハーフの解像度がフル HD なんですかね。ああ、でもそっか、解像度の数値2分の1にしたら 2160p フル、ハーフにしたら1080になるんで、やっぱりフル HD になってるんですかね。まあこのディスプレイね、 4K のモニター使う、まあこのモニター 4K のモニターなんですけど、だいたいね、4分の1くらいじゃないですか、プレビュー今、画面上で占めてる領域が。だからむしろここでオリジナルの 4K で再生しても、どうせここの領域で 4K は出せないんで、 PC に負荷かかるだけなんで、ある意味このフル HD にしてるっていうのはね、どっちにしろこのくらいの面積だったらフル HD ぐらいしか出せないと思うんで、ある意味いいのかもしれないですが、やっぱその分ね、結構 MacBook がね、発熱してきたりするんですよね。なので、せっかくね、この快適環境で、自分は、人間側はすごい快適なんだけど、PC からしたら結構ね、単体より負荷がかかる環境になっちゃってるんですよね。もちろん、単体でやるんであれば、本体の内蔵ディスプレイだけ動かせばいいんですが、この場合ですね、本体のディスプレイに加えて、4K のディスプレイもう一枚出力しないといけないっていうのがあるんで、結構ね、PC に負荷かかって、結構熱、結構熱くなったりね、して、重くなってきたりしちゃうんで、まあ、それを結構熱くて、動作重くなってきたら休憩かなっていう感じで、まあ、ある意味、こう、休憩時間の目安にはなってるんですが、やっぱり PC には結構負荷かかってるなっていう感じはしますね。これもね、MacBook Pro とか買えばいいんですけれども、多分ね、今の M4 って出たんだっけ？ MacBook Air。
今の最新の MacBook Air だと、なんか、外付けモニター2枚いけたはずなんですけど、この M2 の2022年に出た M2 の MacBook Air では、外部モニターは1枚までなんですよ。デュアルモニターにしたいなら、本体と外部1枚の、デュアルモニターって感じになってるんですけど、だから多分ね、グラフィックを、フルに使っちゃってると思うんですよね。だから、まあ、これ以上モニター増やせないんで、結構、グラフィックがギリギリのとこまで使っているし、で、さらに動画も編集してるっていうことで、結構ね、PC への負荷は大きいなっていう感じがしますね。あ、ちなみになんか、あんだけひどかった虫刺され、なんか、一瞬で治りましたね。結局、なんか、虫刺されの薬、何も飲んなくて放置してたんですけれど、書かないように我慢してたら、気づいたら治ってた。あれ、なんだったんだろう。そう、もう腕中がボコボコになるぐらい、何箇所も刺されてたんですけど、あ、ちなみにこれは、やけどしただけですね。虫刺され関係ないですけど。なんかめっちゃ綺麗になった。ちょっと今からこっちに帰ってきて初めてのランニングに行こうと思うんですけど、これ、このノースフェイスのランニングポーチ、これがね、いつも私走りに行くときにスマホ、iPhone をここに入れるのに使ってたんですけど、このね、中に仕切りがついてるんですよね。で、この仕切りのね、内側の方がこう狭くてこう、しっかり締め付けられる、真ん中にね、仕切りがついてるんですよ、このメッシュの。で、外側が結構ね、容量があるスペースで、この内側がこうピチッと、このメッシュのこの、ガードで押し付けられるようなスペースになってるんですけど、いつもスマホとかね、このでっかいところに入れるとね、走ってる時に揺れるんですよね。なので、こっちのね、内側の方の、ちゃんとこのね、メッシュの、部分が締め付けられてく、締め付けてくれる、ここに、こっち側にね、スマホ入れたかったんですが、ここ、なんか小物入れみたいな感じだと思うんですけど、縫い合わせられてて、いくつかのポケットに分かれてて、ちっちゃくて入んなかったんですよね。なので、縫い目を1個ほどきました。カットしましたね。そしたら結構大空間ができて、スマホが、入れられる、サイズのポケットができたんですね。なので、ちょっとここにスマホ入れてみて、弾いてみて、どんな感じかちょっと見てみたいと思います。あ、ちなみにポーチを改造してスマホ入れてみましたが、全然揺れないですね。もうなんかスマホの存在、を忘れて走れる感じ、めちゃくちゃ良かったです。やって良かった。なんかね、スマホ用になんかアームマウントとか買おうかなと思ってたんですけど、必要なさそう。全然快適になった。ずり落ちたりも してこないんで。ここの工事はどうなったんですかね。これ鉄板がブワーっと敷いてあるんですが、なんかね、この前は穴掘ってたんですけど、穴掘って下の配管とかの工事したと思うんだけど、それが終わって鉄板が敷いてあるのか、それかあれめくったら穴が開いてるのか分かんないですけど、まだやってますね。なんか仙台こういう歩道の工事多いですね。やっぱり私の地元の田舎と比べて電線とかが埋められてるんですよね。電線が地中に、特に駅前とかそうなんですけど、だからその電気の配線とかいじるってなると、歩道のコンクリートとか剥がさないといけないんで、ああいう結構ね、大規模な工事が結構多いです。そう考えるとやっぱりね、地上に電柱を立てて電線を通すっていうのはいいのかもしれませんが、メンテナンスはそっちの方がしやすいのかもしれないですが、やっぱり景観とか考えると電線ない方がいいですよね。ちなみに今の気温 25.5 度ってことで、めっちゃ涼しいな。すごいね、走ってても、まあ汗は出てくるんですけど、なんか、いつもみたいな大汗はかいてこないし、すごい涼しいですね。風も涼しくて、いや今日なんか、すごい快適です。もう、あと、こっから気温上がらず秋になってほしいんですが、なんかね、みんな、夏終わって、秋になるとすごい寂しいとか、みんな言うんですけど、私は本当に暑いのがすごい苦手なんで、むしろこう、秋になってくるとなんか安心するみたいなのがありますね。まあ秋のね、すごい外に出ると、なんか肌寒いぐらいがちょうどいいんですよね。上着着てちょうどいいぐらいがいいんですよ。脱いだり着たりして調整できるんで。で、冷房もつけなくていいし、みたいな。秋がね、四季の中で、一番好きですね。春はね、どんどん暑くなっちゃうんで、ちょっと好きじゃないんですけど。いや、今の気温めっちゃ快適です。もうこれ歩ってたら汗出てきませんね。まあさすがに走ると汗はかいてきますが、歩ってる分にはめちゃくちゃ
心地いいです。いや風がマジで気持ちいい。風が普通にここら辺で横になったら寝ちゃいそうなぐらい気持ちいいですね。さあ、あれピントが来ない。さあ3キロです。あ、なんかピント調子悪いな。この何橋だっけ、いつも通ってる橋ですが、この先行くとね、大野原公園の、に続く上り坂になってくんですけれども、今日はそっちの方は行かないでおきます。ちょっとここで引き返して6キロ、往復して6キロかな。いやもうちょっとね、この約半月の地元帰省と、あと台湾旅行にも行ったので、結構ねこの8月で太ったと思うんで、もうせめて今週は頑張ってランニングとかも再開しつつ、食事もねあんまりカロリー高いもの食べないように頑張ります。今月はね別にそんなに予定とかもないので、なるべく外食も控えめにして、やっぱねどうしてもいろいろあるとどっかしら食べに行ったりとかってなるので、せめて今週はあまり高カロリーなもの食べず、ちゃんと野菜食べるようにします。あの最近はあの買った野菜みたいなのを1日1袋。あれなんすか、あのわピントが、今日本当にピントの調子悪いな。あの不気味な光、なんか見えますかね、奥に赤い光が雲に反射してるんですけど、なんかすごい強くなったり弱くなったりしてるんですよね。え、火事とかじゃないよねあれ。こっからだとあの手前の家の屋根が邪魔で見えませんが、なんだろうね。え、なに、めっちゃ不気味。え、待って、やっぱ燃えてないあれ、炎に見えるんだけど大丈夫なのあれ。え、でもあの消防車の音とかが聞こえないですけど、どうなんだあれは。あ、もうちょっとなんか全体が見えるポイントがありましたけど、ちょっと遠すぎてわかんないな。でもこんな近くから炎とか見えるもんなんですかねあれ。違うのかな、ただの街灯とかですか。1時間で 5.6 キロ、今日ペースめっちゃ遅かったですけど、まあ久しぶりなんていいでしょう。この前ニトリで買ってきたこの丼、めちゃくちゃサイズ感いいですね。結構ねいつも使ってる普通の茶碗だとご飯盛った上に何か乗せたりとか、小さすぎてあのこぼれそうになるんですよね。かといってね、うちにあのラーメンの丼があるんですけど、あれだとさすがにデカすぎるっていうので、このくらいのサイズの丼ゲットできて、これサイズ感めちゃくちゃいいですね。気に入りました。はい、現在時刻4時半ぐらいです。いい感じであの日も隠れてきたので、今日こそは髪を切りに行きます。多分この時間だったらね、まだあの混んでないと思うんですよね。今日普通に平日なんで、昨日ね6時半とかだと結構仕事終わりの人たちがいっぱいいたと思うんですけれども、まだあの帰宅ラッシュの時間ではないと思うので、今ベストタイムにちょうど日も隠れてきて、で人もまだ少ないと思うんで、ちゃちゃっと髪切っていきたいと思います。あとついでに買い物もしてきます。さあ今5時くらいですね。この時間、このぐらいの時間だったら大丈夫なはずです。いや涼しくていいな。やっぱ最近気温下がってきましたかね。今も26度とかしかなくて、日差しもそんな強くないんで、あの日焼け止めとかもいらない感じで、めっちゃ快適。じゃあ行ってきます。どうだろう、ちょっとちらっと外から覗いて、あ大丈夫そうだな。 OK、 めっちゃいい感じになりました。いいね、すっきりした。私含めてお客さん2人しかいませんでした。
ジャストタイミングだったな。ここ曲がるといいのか。ここに大学病院があって、こっちか。あ、なるほど、ここに繋がってんのか。はい、ここは西公園ですね。久々にちょっと明るいうちに散歩しようと思ったんですが、暗くな、あ、シリがやばい、シリが反応しちゃってる。明るいうちに散歩しようと思ったんですが、暗くなっちゃいましたね。でも5時半ぐらいで暗いんだ今。もっと明るいかと思って、5時過ぎくらいに家を出てきたら、着いた頃にはもう暗いっていうね。そう、まあ暗くなるとは思ってたんですけど、明るいうちに公園を散歩して、で暗くなったら街の方を歩こうかと思ったんですけど、もうすでに暗いっていう。まあでもたまには夜の散歩もいいじゃないでしょうかね。いつも昼やってるんですが、たまには夜もいいでしょう。なんか若干雨降ったのかな。全然雨降ったのは気づかなかったんですが、なんか結構ベンチとかも濡れてるので、雨降ったのでしょうか。全然湿度もそんなに高くないしね、天気悪い感じもしないんですが、なんか濡れてる。ほらね、ちなみに自転車で来たら30分ぐらいはかかってましたかね。6キロぐらい。さあ、ウォーキングのワークアウト開始しましたが、ちょっとね、2万歩ぐらいは歩きたいな、頑張って。この公園来たのめちゃくちゃ久しぶりですね。春の桜がさ、春に桜を見に来たんですが、それ以来かもしれませんね。そしたら本当に半年は経ってないかな、5ヶ月ぶりぐらい。そしてここはなんかぼーっとしてましたが、通り抜けできるのでしょうか。なんかすごいところに入ってきちゃった。こっちの方行ってみるか。あ、でも街灯があるから大丈夫か。この時間さすがに人少ないかなと思ったんですが、結構いるんですよね。あそこでスポーツしてる人が結構たくさんいます。これなんだろう、ベンチ的な、休憩所的な、なんか前も来た気がするんですが、なんかできるのかな。こういうとこでバーベキューとかできたらいいんですけど、そういう感じではないのかな。やばい、今気づいたけどモバイルバッテリー忘れましたね。ちょっと充電気をつけないと。もうこの iPhone もね、だんだんバッテリーが劣化してきて、設定からのバッテリーの残量のとこ見ると、もうバッテリーの交換サービス推奨って書いてあるんですよね。なんだっけ、 70%、 80% だっけ、下回ったら交換した方がいいってよく言われますが、もうこの iPhone ね、 75% とかしか残ってないんですよね。だから 100% まで充電したとしても、新品の状態から比べると 75% のまでしか充電されてないっていうことですよね、多分。一応表示は 100% ってなるんですが、新品の時と比べたら 75% まで。要は実質この私の iPhone は 75% までしか充電できないっていう状態になっちゃうんで、今もバッテリー、なんか前は数千円でバッテリー交換できましたけど、今ちょっと高くなってますよね。1万円以上するんじゃないかな。あ、そこが常禅寺通りですね。いや、久しぶりに来たな、このエリア。お、1キロ。お、あそこの今のエリア、一周しただけで1キロ。ということで、公園の反対側に行ってみますが、そしたらここも一周したらもう1キロぐらい歩けるかな。うわ、暗っ。ここもね、桜の季節すごいんですよ。ここ全部桜になって、お店、出店とかもいっぱい出て、ね、また来年桜の時期になったら来たいですね。あ、その前にだんだん紅葉とかの季節なんで、紅葉になったらまた来たいですね。去年とかね、西公園とか常禅寺通りとかすごい紅葉が綺麗だった記憶があるんで、今年も見たいな。さすがにもう完全に暗くなってしまったんで、人はまばらですね。まあでもせっかくなんで
一周しようかな。あ、そしてもうやばいな、iPhone のバッテリーが。こんな長々と動画を撮っている場合じゃないですけど、 iPhone のバッテリーがもう 40% しかないので、もう本当にこの iPhone モバイルバッテリーがないとダメですね。この iPhone もね、前はモバイルバッテリーなんてなくても運用できたんですけども、最近は劣化っていうか、あのバッテリーが劣化しすぎて減るのが早すぎて、バッテリーないと無理ですね。ちょっとの外出だったらいらなかったんですけれども、多分家出た時ね、あの 60% ぐらいまではね充電しておいた気がするんですけど、まあバッテリーを持ってくればよかったんですけどね。それにしても最近の iPhone と比べるとバッテリーの減りが早いっていうね。あ、まあでもそっか、その 75% まで充電しか充電できないって考えると、 60% まで充電してもそれこそ40数パーぐらいまでしか充電できてないってことなのかな。仙台もね、かれこれ3年ぐらいになるのか、住み始めて。まあ、結構いろんなところね、開拓してはいるんですけれどもね。あとはね、ここですね。このね、地下鉄の、今、通った電車ですが、東西線かな？地下鉄東西線。この路線にはね、あんま乗ったことなくて、あんまりというか、なんかすごい、音楽どっから流れてるんだろう、これ。南北線は結構使うんですが、東西線ってね、前一回友達と八木山動物園に行って、その時に乗ったんですけど、その一回きりで、全然この沿線の駅とかにも行ったことがないんで、ちょっとこの、地下鉄東西線、地下鉄東西線の沿線付近、ちょっといろいろまだ見てないものがありそうなので、ちょっとね、いろいろ見たい、調べて、今度行ってみたいなと思うんですけれども。あそこあれですよね、国際なんとか駅とか。多分ね、通過したことあるんですよね。その八木山動物園に行った時って、八木山動物園公園駅っていうのがね、多分この東西線の終点だと思うんですが、ちょうどこの方向なんですよね。今の、来た電車と逆向き。今私がいるところからあっちに行く方面が、八木山動物園方面だと思うんですけど、うん。なんか、お祭りでもやってるのかな？あそこの駅っぽいっすね。なんかやってるのかな？ちょっと、あそこどうやって行くかわかんないしな。ちょうどそこに駅もありますね。あの、不思議な形の建物。あそこがね、この西公園駅っていうのかわかんないですけれども、この公園にね、まさに公園の敷地内にあって、公園直結って感じなので、まあ、今回は自転車で来ましたけど、仙台駅まで行って地下鉄で来るっていう手もありますね。やっぱちょっと気になるんで、あの駅まで行ってみようかな。ちょっと一駅分歩いてみます。なんか一駅だったらなんかわざわざ地下鉄下に降りるのもめんどくさいし、一駅だったらね歩いた方がいい気がします。なのでちょっと歩いてみます。この先行けば、駅に繋がってるみたいです。多分あそこがさっき地下鉄が通ってた橋ですよね。地下鉄が通ってた橋ってすごいですけどね。一応あれ地下鉄なんですよ。ここも何気に良さそうだな。ちょっとここも行ってみるか。すごい、この橋もすごいな。これあれだな、もう一回昼間に行きたいですね。明るい時に行きたい。かなりいい場所。ここも公園になってるのかな。ここあれだな、明るい時来いよ。またこの大橋っていうのが今下から見た橋ですね。お、また地下鉄が、あーピントが合わないけど。あとあれだ、この先に行くとね、仙台城跡っていうのがね、あ、ちょうどあそこかな。上石垣がライトアップされてますが、あそこもね行ってないんですよね、こっちに来てから。昔はあそこに仙台城が建てたらしく、もうね、お城の建物はなくて石垣しか残ってないんですが、仙台城はなんかね、
確かね、小学校の修学旅行でね、そう、あの、地元の会津で、あの、修学旅行の先が仙台だったんですが、お、花火かな？そう、仙台で、仙台城跡にね、行ったんですが、子供だったのであんま覚えてないんで、ちょっともう一回行ってみたい。なんか家族も行きたいねって話してたので、もしかしたら家族と行くことになるかもしれないですが、ここら辺の山もね、あんまり来ないんで、あれですね、ちょうど西公園の裏の川、広瀬川かな、渡ってきて対岸のエリアですが、ここもいいですよね、本当に。あの、仙台の街中から数分歩ってきただけなんですが、すごい穏やかなエリアで、ここなんだろう、ここなんかすごいおしゃれな建物があるんだけど、何かな。そう、あのね、仙台国際センターっていうのがあるみたいですね。何するとこなんだろう。あれも会議棟とかいろいろ書いてあるから、なんかまあいろいろやるところなのかな。で、そう、国際センター駅っていうのが地下鉄東西線の駅で、今現在地がここですね。大橋を渡ってきて帝王エリアです。ちょっと入ってみようかな。全然何があるのかわかんないですけれども、ここ青葉山公園っていうみたいですね。はい、なんだ、やっぱあれだ、明るい時に来よう。今見てもあまり、あの、見えないので、ちょっともう今日はさらっと下見程度ですね。あの、また明るい時間にリベンジします。というか今日は、あの、暗くなるとは思ってたので、こっちまで来る、予定じゃなかったですがね、ちょっと気になっちゃってしたっていう感じなんですけど、これでかいな。これが国際センターってやつ。もう3年も住んでて何も分かってないんですけど、あ、違うね、仙台文化多文化共生センターって書いてある。あ、違う、ここがいいのか、ここは国際センターで合ってるのかな、そこに書いてありますか。すごいでかい建物。あ、まあそこに書いてありますが、国際センター駅、ここから行けるみたいですね、この細い通路。ここが国際センターで、ここから行けるみたい。あ、そう、なんか元はあの音楽が鳴ってて、それが気になって行ってみたみたいな感じだったんですが、やんじゃいましたね。っていうかあれかな、多分さっきの花火、あれもしかして終わりの花火とかだったんですかね。あの時ちょうど6時半とかだったので、なんかお祭りやってたけど終わっちゃったとかなのかもしれません。あ、国際センター駅着きましたね。あ、そしてなんか2階でやってるんだ、なんか音楽、なんだろう、なんか踊ったりしてる人がいますが、なんかやってます。やっぱこれ駅もね、新しいですね。地下鉄の東西線、自体が多分まだ開通して10年も経ってないと思うんですよね。なので駅の建物も新しいです。あ、でそしてここが国際センター展示棟って書いてありますけど、駅直結っていう感じですね。いや、すごいな、めちゃくちゃ立派な駅。から地下に降りてくるんだね。で、改札があそこか。結構外から見たら大きいけど、中に入ったら結構こじんまりした駅ですね。ここ上に行けばあの演奏が聞けると思うんですけど、あの17時までって書いてあるんですよね。6時半なので、あれですが、はい、5時からもう1時間半も過ぎてますが、終わる雰囲気はないですね。まあでもなんか食べなきゃいけない感じだとあれなのでいいかな。まあいいや、このここら辺のエリアがどういうところか見れたんでね、またちょっと明るい時にもう一回来ます、面白そうなので。やばい、そしてもう iPhone の充電が 30% ぐらいしかないんで、もうちょっとあれだな、まだ散歩続けますが、ちょっと動画はここら辺にしといて、街に出たらフォトウォークにしようかな今日は。ということで、ちょっと動画ここまで、ちょっと充電切れるのが怖いです。街中がすごいですね。あっち側が仙台の市街地の方面なんですけれども、
こっち全然暗いのに。すごい。めちゃくちゃ明るいな。やっぱそれだけ人が多いんですね、仙台。さあ、この、西公園のとこまで戻ってきて、そこに地下鉄の西公園駅がありますが、こっち側、あ、書いてある。大町通りっていうんだ。ここをずっと歩っていくと多分あの先アーケードが見えるんですよね。ちょっとここ初めて歩きますが、ちょっと歩いてみようかな。なんか人も少なくて快適そう。ちょっとアーケードの方まで行って、あの西公園にね、あの自転車止めだと忘れないようにしないと。なんかこのまま駅の方に行って行っちゃいそうですが、最終的には西公園に戻らないといけないんで、まあ、ちょっとアーケードの方まで行って、もう結構すでに結構歩きましたね。もうワークアウトもこれ1時間以上経ってるんで結構歩いてます。やっぱ散歩楽しいな。夜でも楽しいですね。あんまり夜行動することないんですが、夜の雰囲気もなかなかいいです。涼しいっていうのが一番いいですね。ここは来たことあるな。ここ多分左側行くと、あのドンキホーテとかあるエリアですよね。でそこまっすぐ行った、なんだっけ、味噌ラーメン屋さん食べたことありますね。ちょっとなんていうとこか忘れちゃいましたけど、ここのローソンでこの特のオレンジっていうのを買ってみました。結構パンチがあって美味しい。こういうとこだった気がするな。あの昔、あの前といってももう1年ぐらい前ですけれども、ここら辺にね味噌ラーメン屋さんがあったんですけど、あれもっと先かな。すごいストリートピアノ的な。あ、早速弾いてる人がいるけど、あそこの防音性が高すぎて中に入らないと聞こえないですね。あ、ここあれだ、あのアーケードのちょうどあの T 字路になってるとこですね。あのザラとかがあるところ。ここに繋がってるんだ。ここ初めて通りましたけどね、どこに繋がってるんだろうと思ってましたが、結構やっぱり初めて来る場所は発見がいろいろありますね。よし、もうすぐ自転車置いたところに着きますが、もうすごい2時間近く歩ったのか。すごいな。その1時間50分歩いて 6.6 キロ、結構カロリーも消費したな。もう歩数も1万歩ぐらいか。最初の目標の2万歩には到達しませんでしたが、まあでもね、ちょっと暗くなるのが早かったので、とりあえず、お、しかもアクティビティのリングも一周したので、今日はこれくらいで帰ります。あとあれ、あのここから帰るのも自転車で、またあのサイクリングのワークアウトも、これからやることになるので、今日は結構意外と運動してるんじゃないですかね。ということで帰ります。そしてやばい、もう iPhone の充電が 15% しかないです。これ多分実家からもらってきたやつですかね。金ごまいわしっていう、めちゃくちゃ気になってるんですけれども、ちょっと食べてみます。絶対美味しいと思いますね。どっちかといえばビールとか日本酒とかの方が合うかもしれませんが、ハイボールと一緒にいただこうと思います。こんな感じですね。イワシの周りにゴマがついてるんでしょうか。これも骨とかもそのまま食べれるらしいんで、ちょっとこのまま食べてみたいと思います。うわ、めっちゃゴマがこぼれる。うまいね。めちゃくちゃ美味しいです。なんかあれですね、ほとんど水分があのない、水気がない、パサパサした感じなんで、お酒が飲みたくなりますね。イワシだけかな。イワシですね。イワシにもすごい味がついてて美味しいし、でこの周りのゴマがいい味出してますね。なんか花火やってる？あ、なんかあっちの方煙すごいからあっちかな。あ、でも音はこっちの方から聞こえる。なんか音止んだんで諦めました。夜ご飯は唐揚げです。久々に作りましたね。これ地元のいつも行ってる、直売所で買ってきたポップコーンのタレです。ちょっと作ってみます。ではこんな感じで行ってみます。お、来た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 。ポップコーン作るの久しぶりだな。美味しいですね。猪苗代さんのポップコーン、トウモロコシだそうですけど、しっかり素材の味出てて美味しいですね。なんかもう味付けなくてもいける感じ。
ちょっと寝る前ですね。このハーブティーを飲みたいんで、この前ニトリで買ってきたこの急須ですね。これ開けたいと思います。これね、めちゃくちゃおしゃれでガラスでできた急須なんですけど、今までね、私はこれね、お茶入れるときにこういう、多分これもニトリで買ったやつだと思うんですけど、こういうプレスするタイプのやつを使ってたんですけど、これも良かったんですけど、こういう急須みたいなタイプの、やつが欲しくて、チャチャ急須丸って書いてありますけど、これハリオのやつなんですよね。ハリオってコーヒーのドリッパーとか作ってる有名なブランドだと思うんですけど、まあ、ニトリでね、売ってたんですが、このハリオの、製品みたいなので、結構ちゃんとしたやつだと思います。値段は1200円とかでめちゃくちゃ安いなと思いましたね。いや、嘘かな。2000円ぐらいはしたかもしれないけど、2000円でも安かったですね。うん。っていう感じで。実はですね、これ母親と一緒にニトリ行った時に買ったんですけど、母親も気に入って買ってて、で、実家で一回使ったんですけれども、めちゃくちゃ使い勝手良かったです。なので、うちでも、今から使うのが楽しみなんですが、お、先に蓋かな?おー、綺麗。蓋が入ってて、で、あ、これが、茶こしですね。茶こしも入ってまして、本体。おー、こんな感じ。いいですね。うん。で、茶こしがここに装着できて、こういう感じか。これでお茶を作ってみようか。これ、あ、ちなみにこれは、ラベンダーですね。飲むのが。これあれですよね。お茶とか入れるときも綺麗そうですよね。まあ普通の緑茶とか紅茶でも綺麗だろうし。私結構ね、ハーブティーが好きで、ハーブティーを入れるんですけど、結構いろんな色になるんでね。こうやってガラスの、まあ、前使ってたこれも、そうだったんですけど、ガラスなんでそのお茶の色がしっかり見えてすごい、綺麗で、まあ味も楽しく味わえるし、なんか視覚的効果もあるんじゃないかなと思って、かなりね、映えるんじゃないでしょうかね。今ちょっと後ろでお湯を沸かしてます。はい、お茶じゃない、お湯沸きましたので入れてみます。わあ、なんか躊躇なく入れちゃったけど、これ、沸騰したお湯とかいきなり入れて大丈夫だったんでしょうかね。でもだからどうしろっていうのもわからないですけど。あ、今気づいたけど、これ食洗機使えるの優秀ですね。あ、耐熱温度差って書いてありますね、これ。耐熱温度差っていうことは、温度変化に耐えられるっていうことですかね。120度って書いてありますが、だとしたら、沸騰したお湯をいきなり入れたとしても大丈夫ということだと思います。はい。あ、やっぱ、今、酔っ払ってるんですいません。騒がしいんですけど。やっぱなんか、陶器の急須もすごいおしゃれでね、いいと思うんですけど、まあ、うちにはないんですけど、色がもうだんだん変わってきてますが、めちゃくちゃおしゃれです。てか、急須とか買ったの初めてですね。初めて急須なんて買いました。入れてみます。はい。おう、ではいただきます。うん。うまいです。いいですね。落ち着く味っていう感じで。やばいことになってますね。暴風、雷もすごいし。これ窓がびしょ濡れですね。ここまで濡れることなかったんですけど。うわ。すごい。すごい暴風。あれでもさっきまでのが嘘かのように晴れてるんですけど。めっちゃ変わりやすい天気。さっきのは何だったんだって感じですけど。
なんかすごい夕焼けで街が赤いですね。ほらなんかすごい全部がピンク色になってます。今日気になって買ってきたこの新じゃがポテトチップス、セブンプレミアムのやつなんですけど、これめっちゃ美味しいですね。このわさび味、これわさび味めっちゃ美味しい。もう食べきっちゃいますが、わさびのあの辛さがいい味出してます。でもう一つはこれ、梅味、いいですね。この酸っぱさがよりポテトの味を引き立ててる気がする。これなんか3袋買うと安かったんで、このねわさび味もう美味しいこと分かってたんで、もう一袋買ってきたんですが、良かったです。あれだな、あのでっかい袋で出してほしいです。それぐらい美味しい。これ食べてみます。これあの地元の直売所で買ってきた福島さん家のあられって書いてありますね。喜多方市さんって書いてあります。なんかすごい美味しそうで買ってきてみたんですが、ちょっと食べてみましょう。こんな感じですね。なんか意外と量入ってるんですよね。あ、うまい。あ、意外と薄味ですね。そんなにしつこい味じゃないから、あの素材の味が味わえるって感じで、はあ、うまいな。このね、味付けの醤油もなんかいろいろこだわってそうな感じの味がしますね。喜多方さんのあられ、うまいですね。ちなみにお供は、レモンサワーです。本当はハイボール飲みなかったんですけど、ウイスキー切らしてますね。今日ね、この私が好きで買っている HEM という、ブランドのお香をなくなったんで調達してきたんですけど、これいつもねネットとかで買ったりとか、あとなんか雑貨屋とかで見つけたら購入してたんですけれども、あの最近ドンキホーテで買えるっていうことを知って、駅前のドンキホーテに行って、あの仙台駅前のあのアーケードにあるドンキホーテだと3階だった、あ、いや4階かな、4階だ、4階ですね。あの、香水とか売ってるところですね。香水とかフレグランスとか売ってるところにありました。ドンキホテでね、調達できるのはすごいありがたいです。そして、1個198円とかだったんですが、3つ買うと500円になるみたいで、これまあ税込み550円でしたね。なんかね、ネットだとさらに、あの、これがね、5箱ぐらい入って、あの、500円とか、その辺の値段で売ってるんですけど、多分あれね、全部同じなんですよね、香りが。なのでちょっとね、あの、違う、匂いも嗅ぎたいので買ってきましたね。これはまあサンダルっていう、まあ定番ですけど、定番といっても私の中の定番ですけど、あの、これすごい植物かなんだか、なんかだったかな。そう、これね、あのインドのお香なんですけど、インドのブランドなんですよね、この HEM って。このインドのなんか植物だかなんだかの、ですよね、多分。これがこの前買ってきて匂いがすごい良かった。このチャンダンってやつですね。チャンダンはね、すごいウッディで甘い香りですごいね、好きなんですよね。まあ甘いと言っても、程よい甘さみたいな感じで、よくね、ちょっとお香結構ね、何個か失敗してて、あの、結構甘ったるすぎる匂いもあるんですよね。どちらかというと、あの、まあ甘い匂いは好きなんですけど、甘ったるすぎるとちょっとね、気持ち悪くなっちゃうんで、どっちかというとこう、ウッディな香りというか、なんて言うんでしょうね。そういう渋みのある匂いというんですかね。そういう匂いのが好きなんですよね。このチャンダンっていうのおすすめですね。あとは、これなんだっけかな、なんか、あ、ここに書いてあるかな。ダーシャンでいいんですかね。ちょっと、なんか忘れちゃった。お店には説明が書いてあったんですけど、これ初めて買いますね。じゃあちょっとこれつけてみるか。あ、読み方はダルシャンっていうみたいですね。ダルシャン。めっちゃいい匂いだわ。結構なんか渋めの、なんか線香寄りなんですかね。まあでも、
なんか線香っぽい匂いがするんだけど、線香ではないです。なんか結構、お部屋で炊いてもいい匂いする線香みたいな。線香の匂いとかって結構好きなんですけれども、あれちょっとくどすぎるじゃないですか。さすがに、お部屋の中で炊いたら、結構仏壇のある家とかってちょっとね、まあ嫌いじゃないんですけど、結構、匂い的にくどかったりすると思うんですけれども、それがない感じですね。